皆さんこんにちは、ポチです。今日はウカのカラーベースコート0分の2血色ピンクの1度塗りから4度塗りまでの色の変化をご紹介させていただきます。こちらはベースコートとしてもすごく使いやすいんですが、ポリッシュとして4回塗ると本当に血色のいい健康的な手に見えるのですごく気に入っています。この動画が参考になりましたら幸いです。それではどうぞ。では早速塗っていきます。これ半年ぐらい前に買ったやつやから、ちょっともうボトルがあまり綺麗じゃなくて恥ずかしい。一度塗りですでにほんのりピンクになります。1度塗りと2度塗りではまだそんなに差が出ないように思います。はい、2ターン目が終わりました。透け感を残したいときは2度塗りで終わるのがおすすめです。はい、3回目塗り終わりました。だいぶピンクに色づいてきたかと思います。はい、4回目塗り終わりました。トップコートを塗って完成です。はい、こちらトップコートを塗った状態です。薄付きなのであんまり回を重ねるごとの色の変化っていうのがはっきりは分かりにくいんですけど、塗り終わるとすごくビズメに見えます。本日もご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたらぜひチャンネル登録もお願いします。それではまたねー。